さんどうも、キサでございます。いつも通りのファンデーションだ。川谷谷お願いな。口元もしっかりカバーするんだ。ファンの中心にハイライトを入れて、次は指でぼかしてアンドファンデーションで馴染ませていく。次はですね、パウダーでファンデーションをセット。ブラウン、ブラウン、シャドウ。目のくぼみにブラウンシャドウでシェーディングして深さを与える。眉頭の下まで続く。シェーディング、鼻先まで続けて、いや、鼻を発足するんじゃい。次はパウダーとファンでね、色を少し和らげてくださいね。目をアイライナーで引いていくよ。目尻の方は多めに塗っちゃって、垂れ目に変身。いいお天気だ。下のまつげライン全体をブラックシャドウでシェーディングで深さを与える。いやHello guys, so time to add those cracked details around right eye, right?涙もこの気持ちの意味さえ過去へ。ビューラーでまつげを上げてもらって、その後マスカラでボリュームアップしましょう。生姜プラス芋イコールそれな。グレイシャドウで眉毛を描いたらですね、次はパウダーとあのファンデーションを使ってさ、形を直します。はあ、みんなこれがリザルトだよ。カラコンつけてウィグをかぶって着替えて、右目のウォーターラインをジェルライナーで引いたら完成だ。で、動画に使われた商品はいろいろあの説明欄にあるからさ、興味のある人はチェケラー。